どうもです。2泊3日の、新潟ツアーをね、今帰り道の帰る最中なんですけども、松代というねパーキングに寄ってきたんで、ちょっとね撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。今ちょうどね妙高パーキングエリアちょっと行ってきたんですけども、そこちょっとね特にいいもんなくて撮らなかったんですけど、今ちょっとねこちら松代パーキングエリア、少し面白そうなんでね撮っていこうと思います。休める広場もあったりとかね、まあ、直売所的なものもあったりなんかして楽しそうです。はい、ということでね松代なんですけど、まずねちょっと気になったのがね、もうすぐ目につきます、これですね。長野県産長野パープル仕様の長野パープルソフト、これがね美味しそう。今ちょうど暑いんでね、より美味しそうですね。限定なんだね。アップルキャラメルチョコクランチ、そしてこちらも気になりました、焼きたてアップルパイサクサク。こちらただねサイズがそんなに大きくないんですけど、350円ぐらいしました。あ、気づきましたね。ということでね、ちょっとまんまと気づいてしまいました。けんちんうまいからな、とても美味しそうです。ちょうど今日はね5月3日なんで鯉のぼりの時期ですね。でもう一個ね気になったのがこちら、とにかく売れてます、信州フリキンポンロール。これがすごい美味しそうですね。これとても気になってます。大人気商品です。いくらしたかな、あそこにあるんだよな、1296円税抜きで、そこそこします。あとはまあ定番のね自販機コーナーですね。なんかコーヒーを入れるやつがあります。これ美味しそうだな、長芋1本が700円から400、500円ぐらいかな。美味しそうです。だいぶね暑くなってきました。友達のねともチャンネルのともちゃんはちょっと今ドライブ疲れでねちょっとお休みしてますんで、私はちょっとねここさっき気づいたかな、松代のね上にね六文銭のね家紋というかそういうのがあるんですね。まあ、真田幸村に関係してる地域らへんってことなんで、まあ、武田郡ですね、川中島の合戦地図がねこう出ております。まあ、こういう感じでねどうなりましたっていうのが書いてありますね。まあ、ちょっと調べればすぐ出てくると思うんで、結構ねちょっとした広場になってるんで子供たち来てもね楽しいと思います。ここもね景色とてもいいね。ここがね面白いのはね、上りとね下りのパーキングがね、まあ、隣接しておりまして、ここに階段があるんですけど、それをね降りることによってね上下行き来できるっていうのがね、まあ、売ってる内容はそんな変わんないのかなとは思うんですけど、こう見るとね下の方が全然車は少ないんで、空いてる方をね選んでいくことができます。いや、マルチーズができました。可愛いです、マルチーズ可愛いな。はい、ってことでね引き続き安全運転で帰ろうと思います。バイバイ。